強くなれるのなら、このふざけたルールにだって従ってやる。おい、いつまで喋ってんだ。また一つ感情が死んだ。お前のようなクズに怒りを感じることすら無駄か。覚悟を決めよ。え、我らを待つは楽園へと誘う女神。臆する言われなど微塵もない。自分のバンドで作詞作曲してるし、よそに提供してたりすんだけど、なんかエモい感じで泣かせりゃいいんだろ。得意得意。ちなみに中学の時、奇跡と書いてミラクルと呼ぶやつと無二の親友でしたが、落雷で死にました。そんな君に対して私が遺憾の意を表明しますよ。ほら見たことですか。また一層世界が遺憾になってしまいました。まさか俺が恩を着させてあわよくばとか考えてると思ったか。めんどくさいだろお前だって。兄貴にご用意するレイド報酬です。待ってください。協力してもらえれば兄貴のことは一生秘密にします。とはいえ浮気の事実があり、殺人未遂の証拠も握られているとあれば、美晴さんはどんな条件を出されても離婚に同意するしかなかったでしょう。はあ、なんだお前は。そんなこと教えるかよ。そうかしょうがないな。サラサ、お父さんが盗賊を許せないのはな、人が必死に頑張ってようやく手に入れたものを横から奪っていくからだ。はい、まるで無数の百万の星の輝き、命の鼓動。このアカデミーのランキングにおける頂点はこの俺だ。ああ、もちろんこれは全部嘘だ。もっと体を大事にしてよ。めちゃくちゃ心配したでしょ。他の人たちは何ともないのに、お兄ちゃんだけはいっつもボロボロじゃん。心配してんだからね。自己紹介を忘れてたわ。私はドニアザード。実は私、クラクサナリデミ様の忠実な崇拝者なの。大抵の人はすぐに嘘だって気づいて怒るんだけど、そう真剣に聞かれちゃうとなんだか申し訳ないね。田中先輩に決闘を申し込みます。私が勝ったら将棋部を辞めて剣道部に戻ってください。うわぁ、どうか。それなら今度お詫びに何かご馳走になっちゃうかな。え、何よ、私と食事に行くのは嫌なんですか。うん、大丈夫、もう大丈夫だよ姉さん。私たちも二人なら戦力として役に立ちますから。あら、首かしげて可愛いわね。じゃあ私もにゃーん。輝く未来を抱きしめて、みんなを癒す知恵のプリキュア、キュアアンジュ。やっと見つけた。やっと見つけたよお母さん。そんなんじゃないと思うけど、でもすごく緊張しちゃうというか、心臓がドキドキするっていうか、体が熱くなるっていうか。先ほどトレーニング中に友人建設のスカウトの方が来まして、そのご報告に。はい、その場でお断りしました。神の采配、あなたは生きることを許されたのです。よくぞ生き延びてくださいました。あなたが生きていてくれて私は嬉しい。さっき笑ったのはね、マフティ・ナビー・ユ・エリン、つまり正当な預言者の王という名前を名乗るのはあなた、ハサウェイ・ノアだって分かったってこと。ならば私の恋心は正しくあなたに伝わったはずだ。私と交際しよう、ハイムラモロハ。姫様の前で情けない姿を見せたくないという気持ちはわかります。だからこそ強くあろうと努力もできるのでしょう。ですがそれに疲れた時はお呼びください。なんで表を出せたの。投げる手元は見てた、小細工はしてなかったはず。私はその流れにほんの少し助力しただけに過ぎない。その程度の盾にはなる。だが気をつけたまえ、ジェジュ島は危険な場所だ。貴様らエリート戦士が力を一つにすれば奴とて倒せるはずなのだ。奴にサイヤ人の強さを思い知らせてやれ。これ
Go ahead, Mr. Juster. 早くしたまえ。蒸発してしまうまで待つ気かね。Hello, Wilken. よ。Let's party! 私の肉体の強さというより、どうやら私の知恵が勝ったようだ。そうか。嬉しいの。この年で挑戦者か。ちわく、ちわく。知ってるよ。裏で動き回っているみたいだな。うちでも引き抜きの噂は上がってきてる。もう一度聞く。本題は何だ。だけど、実際自走魔法を見た後だとこうも思うんすよね。時を操る力を前に、強さって意味あるんすか。君はいつか名人になるね。でもそれは次じゃない。お君を見ててもテンション上がらない。トライエッジ、シノを PK した PC はそんな名前だったそうだな。そして彼女は未だ原因不明の昏睡状態のまま。なあメリオダス、本当は死ぬほどこんなことはしたくねえんだ。わかるよな。入れて強くなるなら何でも入れる。これも俺の流儀だ。インプラントも仲間もな。あの島のことは、あそこで起こったことを忘れたことはありません。僕はいずれ遠くない未来に再びあの島の攻略を目指します。この船員は生徒から視察に来られたハイター様から授けられたものです。誇れるものなんてこれくらいしかありません。早速来たんだ、俺のところに。夢みたいだ。これでもうトムザン様の血を分けていただける。前から思ってたけどさ、なんでそんなに一生懸命になれるんだろうって。なのになんでできねえんだろうって感心しちゃってさ。それは嫌味かしら。振られるかもしれないけど、ちゃんと今の気持ちを伝えようと思う。よし、当たって砕けてやる。ヒッドッ。フリー。とにかく正式に水泳部に入れてください。本当に。相手が S 級ともなると法なんかでは制御できません。怪物たちですら恐れる怪物があなたたちを狙っているかもしれない。そのために軍で出世しろと。出世には興味なかったんだけどな。ま、それも楽しそうかもしれないな。母親ってのはいつも子供が一番大切なもんさ。いや、お前にお袋の何がわかるん。うっせ、何もわかんねえよバーカ。時間を稼ぐだけならコンボつなげて、こうやって走れ、バスケやってりゃいいんだ。では俺たちは同じ主をいただく仲間だ。せいぜいリムル様の役に立て。それを詫びとして受け取っておこう。でもまあ、サボりたくなる気持ちはわかる。俺だって辛いもんがある。逃げ出したくもなるよな。あなたは少々誤解している。僕はね、モンスターなんかより人を殺してる時の方が楽しいんですよ。モテないです。彼女もいたことないですし、興味ないっすね。恋愛とかよくわかんねえし。うわー、やっぱり来たんだな。だけど俺は簡単には殺されない。あんま、このピザソースを隠し味に使うのが子供の頃の舌になっていたんだろうな。だが腕は失ったが拾った命だ。さほど長くもない人生だが、どうせなら世の中に貢献するために使いたい。彼もきっと力を尽くしてくれるだろう。そう、あのルースターの息子であれば。この程度で死ぬ奴は一級魔法使いにはいらないということだ。大陸魔法協会は一級魔法使いの質を気にしているからな。おめえ、貴様の信じてる力なんぞ簡単に消え去るんだ。あんな風にな。おじさん、ん、ここ立ち入り禁止区域ですけど、子供扱いしないでください。私もハンターです。え、
何をくつろいどるんけ、おのれら。親父が帰ったからとわちのこと舐めとるんけ。わちかて、親父じきじきに教え受けとるんやぞ。特に君のように抜け目のない相手は出し抜くのが大変だもんね。どうせ一緒に遊ぶなら僕も楽しみたいし、これからもよろしくね。誰がちびすけだ、こら。調子に乗んなよ、下っ端が。それと自分の正式名称はちびすけじゃなく、キサラギ社製美少女型アンドロイドだ。E級ハンター存じぬ。それまで生きていることを願うばかりだ。お前らにその銀券を渡した奴について、吐けるだけ吐きやがれ。拒否はしてもいいぜ。できるもんならな。どうした？お前は俺がわざわざついでやったそれをいただきますって言ったんだぜ。いただきますって言ったからには飲んでもらおうか。俺としたことがブービーズにばかり気を取られてうかつだったぜ。こんなとこに穴場があったと。すみません、一人でも多く助けたくて。それに二人が守ってくれるって信じてますから。突っ走りすぎだよ、ヤング君。ボスではなさそうですね。バカじいかな。いくら家族のためとはいえ、仲間を捨てて逃げた事実はなくならねえ。これからもハンターを名乗りたけりゃ、過ちは認めることだ。嫁が二人目妊娠してさ。でも不安だよ。かなりのブランクだから体がついてくるのやら。ただでさえ弱いのに。さすがボスって感じだよな。つまりあの雑魚どもはどうあがいたって生き残れるわけねえんだよ。これまで国の発展を支えてきた我々が責任を持って預かるべきこと。ギルドの立ち上げはそのために必要不可欠なのだ。 C 級レイドを高値で買い漁り実績を積もうとしていることもな。趣味のうちはいい。だが俺の邪魔だけはするなよ。ハンター犯罪における引き渡し条約が締結されている国であれば現地の方で裁かれます。ですがそうでないならば本国の方で裁かれることになります。今回はいっぱい食わされたが、ソンハンターの連絡先が手に入ったんだ。今回はこれでよしとしよう。これ見てくださいよ、 C 級ゲートの競売に関してなんですが、最近 C 級ゲートが発生するたびに相場の倍以上で落札していく攻撃隊がいて。